まずは FC 岐阜、ゴールキーパーは桐畑、3バック、右に藤谷、左に三津田、3ゴールの三津田が左、そしてキャプテンの甲斐が真ん中、アンカーに本田が来て、中盤右に船津、左に橋本、トップ下に吉浜と中島、5ゴールをここまでマークしている川西、そして2ゴールをマークしている村田東真の2トップ。 YSCC 横浜のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは佐川、センターバックは大城と池ヶ谷というコンビになります。サイドバック右に船橋、そして、天皇杯でもスタメン起用でしたが宮内、今シーズン初スタメンということになります。左のサイドバック、アンカーに戸立て、中盤は右に今日は佐藤、左に吉田昭雄、トップ下に神田を入れて、ツートップは柳、そしてウンドカチャールスというこのシステムを予想します。この立ち上がり5分までのところ、 FC 岐阜が横浜陣内でゲームを進めています。横浜がどちらかというと引き気味、エリア内に入っていって打っていきましたが、ポストの右、蹴るのは中島か、それとも吉浜亮平か、共に今シーズンここまで1ゴールずつ、それもこのフリーキックから生まれています。この場面ではどうでしょう。吉浜が蹴ったボール、キーパー抑えます。パンチングでしのぎます。佐川亮介、横飛びパンチングでしのぎます。シュートを追っていく、左、積極的に振り向きざまのような形で打っていきましたけれども、ポストの左、ゴールの左でした。柳が思い切って右足を振り抜いたんですが、このボールはポストの左でした。右へ供給、クロスを入れられるか、流れながら左足シュートはキーパーが弾いた、こぼれている、もう一度抑えにかかる。いずれはボールを握るチームにしたいんだと、今はダイレクトパスワンタッチで同時に一旦ボールを止めて外す、リズムを変えるという形、これが今できるうちのサッカーかなとも話しています。さあエリア内に入って、遠目から柏木が逆サイドに打って、頭で合わせて、カーン、浮いてしまう。川西がまずゴールの中に飛び込んでいこうというところ、川西、そして橋本が飛び込んでいきましたけれども、もう一つタイミングが合いませんでした。一旦右へはたいて船橋、船橋がエリア内に入る、そして佐藤はどうする、逆サイドに振って、これでトラップシュート、クロスバー真正面でしたけれども、クロスバーを叩きました。浮かせていって、選手に当たってまだ割ってはいません。足がかかる、これは PK か、エリア内で倒されました。決めれば6ゴール目ということになります。現時点での単独トップということになります、得点ランキング。さあ川西ゲット、6ゴール目、これで3試合連続の6ゴール目、川西 PK を決めて1対0。インサイドボールの左、確実に流し込みました。さあこちら側で神田、さらには船橋、さあ中にエリア内入って右足クロス、これは入れられません。神田がもう一度逆サイド入ったか、ゴール、神田同点ゴール、神田逆サイドから見事なシュート、右足、キーパー動けませんでした。もう一度見てみましょう、この位置から右足振り抜いて、これがゴールの中決まって1対1、横浜追いつきました。相原足元を通す、そしてさあ富樫はどうする、
エリア内に入って右足シュート、富樫のシュートは右。昨シーズン5ゴールをマークしている富樫、右足をキープ、ドリブルで持って上がる、左に叩いて、さあクロスを入れる、ヘッドは入った、ゴール、逆転に成功横浜。左サイドから頭で合わせました。頭で合わせました。さあ勝ち越しゴールが決まって2対1、笛が鳴って試合終了。勝ったのは横浜、 YSCC 横浜が今シーズン初勝利、初白星を挙げて最下位脱出。